はい、録画スタートした。本日を放送するゲームはこちら、スターセクターのバージョン 0.81 になります。以前スタチャンで紹介したのは、バージョン 0.5 で、もう何年前かな、3年か4年ぐらい前かなに放送してる形になってます。でその頃はまだどちらかというと戦闘主体でキャンペーンモードも特にできてないっていう状態のゲームでした。が、今のところバージョン 0.8 の特徴としては、キャンペーンのチュートリアル、キャンちゃん、通常モード、ノーマルモード、間違った、RPG モードか、RPG モードの、チュートリアルが実装されて、ミッションなりキャンペーンなりが、物ごついたくさん増えたっていうような形になってますし、マップもすげえでかくなりました。もうほとんどこれで売り出しても問題ねえじゃねって思うんだけど、まだ作り込むらしい。一体何を作り込むか全くわかんない。ロードマップちょっと出してほしいよな、思うよ、こういう時に。確かその、なんか雑魚敵みたいなやつを作るって言った、なんか新しいその AI 国家を1個作って、そいつをなんかのぶっ倒すっていう風なキャンペーンを作るって話してて、でその AI 国家用の船も今一生懸命書いてるらしい。フレックス・モゾロフっていう方がデベロッパーとゲームデザインをやってて、アートワークアイドデビットさんっていう形でね、ミュージックって形、この言うと4人で作ってんのよ。すげえな、本当に。このゲーム4人で作れる規模じゃねえぞ。といっても開発としては2010年からスタートしてるわけでして、具体的に、まあ実際のところ言うと、オールボーイよりも開発年数かかってるんですね。まあでもその前にもうすでに、ベータの時点から販売してる、5年も6年も前から販売してるっていうゲームなんで。まあその分、アーリーアクセスっていうかもうすでに、有料ベータ状態っていうふうに言っても過言じゃないとは思う。であんまりにもその久々、スタチャンで言うと2013年あたりに放送したのでだいぶ、間が空いてるので久々に、チュートリアルモードからやっていきましょう。このゲームの肝となるのは主に、コンバットになります。このコンバットがすげえね、めんどくさいっていうか、きめ細かいっていうか、こと細かいっていう、こと細かくあります。はい、Welcome to the Star Sector Combat Tutorial。このゲームはコンバットチュートリアルを説明しますよ。今使っているは、ハンマーヘッドクラスのデストロイヤー級。で移動は、ワスドで動かします。A が前進で、D が後退。交代といってもほとんど、ストライフなんで、左右移動と対して変わらないスピードですね。でから、A と D で、旋回。で、真横に動きたかったら P と Q。P、P じゃないわ、Q と E。これはあれですね、フラクチャーのスペースの一緒ですね。はじめこのゲームやったとき、コントローラーじゃなくて、キーボードで操作するのすげえめんどくさいなと思ったんですけど、フラクチャーのスペースやってるもんだから、もうすでに、慣れちゃったっていうか、あ、こういうもんだなっていう形に慣れてしまってる。で、マウスの、マウスホイールで拡大縮小できますよ。はい、次。さあ、これが敵艦ですね。敵が出てきた時の、コントロールの方法が結構面白くて、今のところ敵が12時にいますよねって形で出てるよね。こんばんは。Twitter で告知されていた URL から飛べない状態となってるみたいでしたので、ご連絡までに。あ、ほんま。まずいな。ちょっと待ってね。ツイートのプレビュー画面からは飛べたんですけどね。あ、なるほどな。ちょっと待ってね。ツイッターの方でちょっと操作をします。なんかちょっとめんどくさいな、これ。
ちょっとあれだな、その告知の方法もちょっと変えないといけないな。これで、ペット貼ってと。これで多分大丈夫かな。どうやらそう告示した URL が間違ってたらしい。ここはちょっと要注意だな。すいません、ちょっと戻します。今のところこの12時にいてる、船ですけど、普通にこれワスドで旋回しながら、戦うっていうと結構難しいので、シフトキーを押すと、今カーソルが合わさってる部分に関を中心に、移動が可能になるっていう形になります。マウスカーソルに対して前進後退するってなるのよ。シフトキーを押しながら移動すると。なんで一応これで旋回しながら戦えるって言うんです。ただ単純にめんどくさい。これトグルじゃねえのかよって話なんだけどさ。というわけで、移動方法は基本的にワスドで旋回したり動向して動くんだけど、シフトキーを押しながらだと、一応アクティブに。マウスカーソルに合わせて、戦えるようになる。だからシフトキーを押しながらプレイをすると、FPS モードみたいな感じで遊べるって形かな。なんで、実際に船を動かすときに関しては、シフトキーを押しながら戦いましょうっていうのが、このチュートリアルの主な、部分、主な説明になってます。これがまず一つ。移動方法がクソめんどくさいっていう。シフトキーがこれがトグルだったらいいんだけど、押しっぱなしっていうかちょっとめんどくさいなって話。次。ウェポンに関して説明。ウェポンに関しては、キーボードの1、2、3で切り替えが可能です。1だったら、このバルカン砲。これは多分ハードポイントですね。うっすらと線が入ってると思うんだけど、こんだけしか動かないのよ。で、2だったらミサイル。ミサイルもハードポイント。これは誘導弾ですね。で、3だったら、ポイントディフェンス。いろんな、船のいろんなところについてる、タレットから、レーザーが出ます。主にミサイルを撃ち落とすのに使います。で、武器を切り替えていきながら戦いましょうって話なんだけど、まあ、これに関してはもうちょっと後で説明をします。まず基本的な武器とエネルギーの、説明からですね。ホバーオーバー、シップ R、R ボタンを押すと敵のステータスが見れますよ。はい、見えた。敵は今シールド張ってるって見えますか？はい、見えました。これがシールドですね。で、あなたもライトクリックを押すとシールドが張りますよ。シールド張った。で、シールドを張ると、このフレックスっていうこのエネルギーを使ってきますよ。基本的にはシールドを張ってる状態だったらエネルギーは、まあ、消費してすぐ回復するって形なんだけど、グループ1の武器で、攻撃をしていきましょう。そうすると、このシールドを張りながら武器も使ってるもんだから、エネルギーがガンガン減ってくって形になっちゃってるんだよね。こういう形でフレックスが溜まっていくわけよ。これ言ったらバッテリーだと思ってください、フレックスっていうのが。で、シールドは、言ったらそのバッテリーを使いながら敵のダメージを、吸収できますよっていう、防御用の武器になってますねっていう。で、シールド張りながら戦闘するとちょっと大変なことになりますよっていう説明がなされてます。ここの部分でね、きっとね。どこだ？
で、今度は、シールドを張りながら、攻撃をしてみましょう。じゃあ、エネミーシップ has stopped, firing, but your flex level still, growing down. 敵の攻撃を受けると、フレックスがゆっくりと回復していっているのわかりますかって形で出てるね。フレックスグローイングシールドアブソーブダメージ。シールドで敵の攻撃を吸収したときに、ハードフレックスっていう、言ったらその、フレックスが溜まるっていうポイントも、ハードフレックスとソフトフレックスっていうのがあって、ハードフレックスは蓄積していく、ソフトフレックスは時間経過で回復するっていう形で書いてる。自分が武器を撃った時に溜まるっていうのが基本的にはソフトフレックスですね。ここにうっすらと線が見えると思うんだけど。でソフトフレックスはすぐ回復するんだけど、ハードフレックスはシールドを解かない限り回復しません。なんで、シールド張りながら戦闘すると基本的にバッテリーが上がるっていう形ですね。if you keep your shield on under fire, for too long. こう受け続けますよっていう形ですね。で、ついに、フレックスがいっぱいになっちゃったらオーバーヒートします。か、オーバーロードか。まあ、バッテリーが上がっちゃうって形ですね。で、バッテリーが上がってる間は、シールド張らない、武器打てない、しかも移動ができないって形で全部が、シャットダウンしてしまいます。なんで、これをさっさと回復しなくちゃいけないんですけど、バッテリーが上がってしまった、フレックスがいっぱいになっちゃった時はですね、非常にゆっくりとしか、回復しません。で、オーバーロード。が一定時間経過してもフレックスが残った状態になってます。なんでオーバーヒートしちゃうとシールド剥げれば武器を打てないよ、移動できなくなるわって形で非常に危ないという状況になります。という形で戦闘中は武器を打ちながら、敵の攻撃を受けながら、シールドで回避しながら、このなるべくオーバーヒートしないように戦わなくちゃいけないっていう風なゲームになってます。こういったエネルギー管理がすごく重要なゲームになってますね。で実際オーバーヒートしちゃって、ハードフレックスがいっぱい溜まっちゃったら、V ボタンを押して弁当しましょう。急速冷却ですね。バシューって。そうすると、ソフトフレックスもハードフレックスも一気に回復します。さあ次、次は、フランキング、側面攻撃された時の、状況について説明をしていきましょう。They are going to start launching a missile at you. Fortunately, the missile crew, very handsome versus well armored ship. 装甲が、ミサイルは、装甲がついている船にはすげえ強いですよっていう形で書いてるのかな。Just a tight and red.全ゲットアフルブリーフオフ撃たれた。じゃあ側面から撃たれた時どうするかっていうとポイントディフェンスを使いましょう。ポイントディフェンス3番ですね。ポイントディフェンスは全方向にタレット武器の位置はハードポイントなんでここについてる武器が撃てるって形ですね。でハードミサイルも、ハードポイントなんで、ここについてる武器は使えるって形です。でそれに対して、タレットは、このマウスカーソルで反応します通り、このタレットの部分を旋回できる。まあ、もちろん旋回角度があるんですけどね。で、動けるから、真正面じゃ以外にも攻撃できるよって形になってます。フラクチャーのスペースで言うと、デフボタン押した時、フラッグがそれに対応しますね。ただし、これで、側面の相手や動向を撃つのはめんどくさいんで、オートファイヤーを設定しましょう。オートファイヤーはコントロールと、その対応する武器ボタンを押すと、オートファイヤー、ここに今クリックつきましたね。これオートファイヤー状態です。
Please don't wire to point defense laser group 3. Make you have a different group selecting. Selecting auto firing group will result manual override of your controls. これおかしいな。まあ、どの武器も一応、ちなみにオートファイヤーの設定ができます。で、オートファイヤー状態の時は、武器を1、2、別の武器使ってても自動的にオートファイヤーで攻撃してくれるって便利なものになってます。で、さらに言うと、フラッグ系に関しては、優先順位があって、ミサイルを優先的に撃ち落とすって形になってます。さあ、これで側面も大丈夫。だけど、やっぱ一応怖いには怖いんで、やっぱシールド貼っとこうねっていう。で、フラッグはそんなにエネルギーは使わないっていうか、まあ、これも武器の形によっては、その、エネルギーじゃなくて、フラッグ、フレックスバンバン使うやつもあったら、フレックス使わないやつもあるんですけどね。まあ、ミサイル撃ち落とす用だったら別にフレックス低めのやつつけて、でいいですし、もうちょっと側面の敵に対して対処したい、なっていうんだったら、なりですね、叩いた、なりです。叩いたじゃないわ、ハードポイントの武器で、攻撃しながら、周囲の敵をオートファイヤーで攻撃したいっていうんだったら火力のある武器をタレットにつければ、自動的に攻撃してくれるという形になってます、まあ、とにかくオートファイヤーを使えばですね、一度に 2,3 種類の武器が使えるって便利なものになってますのでオートファイヤーをガンガン使っていきましょう。レギュラーウェポン is not target missile, ファイアリング。レギュラーウェポン will not target, ターゲットミサイルオートファイアリング。オートメーショリング。いきなりすごい、いきなりすごい武器が出た。まあ、この形で、通常の武器と同時に、オートファイヤーで攻撃できるよっていうふうな便利な状況をぜひとも使っていきましょう。イーチチップを添えるとスペシャルシステム。武器にはハードポイント と、タレット以外に、船独自の、スペシャルアビリティを持ってます。まあ、具体的にワープとかワープとかワープですね。で、この船のスペシャルアビリティの場合は、火力アップですね。アンモフィグラム、マストクールダウン。F ボタンを押すと、アクセラレーションアンモフィーダーっていう、スペシャルウェポンが発動します。F ボタンを押す。これが通常のね、攻撃で、F ボタンを押すと、アホみたいに連射速度が上がります。一定時間しか使えないんですけどね。でここのメーター切れるともう一回、レディになるって形。で、船によってはそうワープしたり、ですね、アフターバーナーって形で、移動速度が増えたりっていうような形でいろいろと、アビリティがついているものになってますので、こいつらをうまく使って、頑張って、船を倒し、敵の船を倒しましょうっていうのが、スターセクターの戦闘です。これが戦闘なんよ。戦闘だけでもこんなにめんどくさいんよ、このゲーム。具体的に言うと、そう、めんどくさいというよりも、とりあえずやれること全部やろうっていうのがスタートセクターのポイントでして、実はね、こんな、一めんどくさいことをですね、自分で操作してもいいし、フリートコマンドって形で、敵の戦闘を CPU に、任せることもできるっていうのがこのゲーム特徴。なんで、ノリとしてはそうですよ。ディスタントワールドみたいな形で、プレイしたい部分は全部自力でプレイしてもいいし、オート戦闘なりですね、自動化できる部分は全部自動化してもいいよっていう形で、いうコンテンツになってるんですね。なので、遊びたい部分をだけ選んで、遊べばいいっていう形になってますから、ご安心ください。で、主に、がっつりと戦闘を楽しみたい方に向けて、こんだけ、戦闘のミッションがあります。難易度イージーから難易度ノーマルまで、難易度ハードまで、むちゃくちゃたくさんな、むちゃくちゃたくさんの戦闘があって、さらにランダムバトルって形で、こんだけ自分の船使って相手の船全部倒しましょうっていうような設定も遊べる形になってます。こういう具合でね。なんで、手っ取り早く戦闘だけ遊びたい人だったら、このミッションモードを回すだけで10時間以上遊びます。なので、ご安心ください。
もちろん難しいやつになってくると、どんどんとこっちが厳しい状況で戦わせる形になってくると、より戦略もきっちり組まなくちゃいけないし、仲間の船は自動戦闘、もちろん自動で戦闘しなくちゃいけないんですけど、仲間の船自動で戦闘言ったら、そのコマンドを送りながら、自分で船を操作して戦わなくちゃいけないって形になります。まあもちろん CPU で戦闘させと、どうだろうな、パイロット戦闘、人間が操作するときに強い船と AI が操作するときに強い船っていうのは全然作り方が違うんですよね。人間が使うと強い船ってできるだけ攻撃と防御がしっかりしてる、分かりやすい船を使うべきだし、AI が使った方が強い船っていうのは多目的に使う、船を使った方がいいですね。なので、自分で自力で船動かして戦闘バンバンやっていきながら、コントローラーとマウスを使って戦闘しながら、タクティカルモードでですね、フリートコマンドをして、味方の船を使ってやっつけるっていうモードが遊びたいんだったら、こちらのミッションモードを遊びはいいって形になってます。これだけでも十分ボリュームがあるゲームなんだけど、さらにそこからあとね、ストーリーモードって RPG モードっていうのがあるんですよ、このゲーム。頭がおかしい。アイコンつけてと。はい、ゲイン2000クレジット、ユーモストリ、レス、レセット、なんだったっけ、オクパテオン、アズ、ワン、あなたは何の仕事をしますか、バウンティーハンターかスカベンジャー。これによって、チュートリアルの内容も変わるって形になってます。まあ、まずスカベンジャーでやっていきましょう。だからあなたが持っている船は何ですかっていうと、ナイフクラスのシャトルか、シェパードクラスの、トレーダーシップ。難易度は優しいと普通どっちがいいですか、絶対優しい選ぶべきです。普通死ぬほど難しいから、このゲーム。でこの後スキップイットすると、もうそのまま、ゲームのメインモード RPG モードに入ります。でチュートリアルをプレイすると、チュートリアルがプレイできるって形になってます。ちょっとごめん、あの犬がなんか外出たがってるから、ちょっと犬開けてきますわ。部屋から出たがってるから。帰ってった。犬に水やってきました。で、バージョン 0.8 の大きな特徴としては、この RPG モードにチュートリアルが追加したって形になってます。これはチュートリアルを兼ねながら、キャンペーンモードが、追加される形になってます。で、キャンペーンモード特にいらないんだったら、普通のこの、RPG モードをスタートすれば、もう死ぬまで、
貿易したり、スカベッジですね、物あさりしたり、バウンティーハントしたり、でかい戦艦作ったりって形で、もうそこ、このスターセクターの RPG モードの全部に触れる形になります。なんで、初めはまあそのバージョン 0.8 の特徴として、チュートリアルモードからスタートしていきましょう。これは最初選んだ、プレイヤーがバウンティーハンターかスカベンジャーかで大きく、チュートリアルの序盤が変わる形になってます。今回スカベンジャーで選んだんで戦闘なしで、建築が稼げるモードで、プレイができます。まずは、アビリティのスカベンジ、スカベンジが、アンロックされました。じゃあこいつを使って早速ムーブアップイントゥザデブリフィールド、デブリまで移動しましょうって形で書いてるね。おい、どっちやねん。この辺がデブリフィールドっぽいですね。でデブリフィールドついたら自動的にこのスカベンジが、ロックオンになるので、このスカベンジを押すと、じゃあスカベンジしましょう。リスクは低いですよって形で書いてるね。じゃあスカベンジ実行で、今のところスカベンジ実行すると、クルーが80人いて、マシーンが30個あるけど、スカベンジするっていうふうに書いてるね。じゃあスカベンジしましょう。じゃあ特に、ヘビーマシーン2つ失って、失った形ですね。まあ、スカベンジすると、主に使用するのが、クルーと、ヘビーマシーンが、なくなっていくって形になります。その代わりにいろいろ手に入るって形ですね。テイクオールすると、ここがその船の積載量になってます。で、クルーの住める数で、さらに燃料って形、燃料はね、また普通のマップでは使わないんですけど、また後で説明をします。じゃあスカメージしましたんで、 F5 を押してクイックセーブしてからチュートリア続きをしましょう。F5 がクイックセーブで F9 が確かクイックロードだったかな。はい、スカベージできました。パイレーツフリートが近づいてますよって言ってんね。で F9 ボタンを押すとクイックロードができるよって形言ってる。これですね、遠くにいる間は何か分かんないんですけど、近づいてくると具体的に分かって、でセンサーに入ると、その敵か味方か分かるって形になってます。このゲーム、こういったレーダーの要素があるので、結構ね、それで、バージョン 0.5 の時は、遠巻きでも海賊は海賊って分かったんですけど、バージョン 0.8 になるとですね、近くにならないと海賊かどうか分かんないので、センサリング、離すと、敵か味方か分かるんだけど、センサーを離すと、こちらの所在までバレてしまうので、メタルギアソリッド3みたいな形で、なんていうか隠れてる状態っていうのが、そのパーセントで表示されて、移動すると、すると見つかりやすくなるなりです。アフターバーナーすると見つかりやすくなるって形で、いろいろと見つかりやすさ、にくさで敵が近づいてくるかどうかっていうふうな判定が取られてるっぽいんですね。まあ、敵一隻だけなんで特に問題ないですし、やっつけていきましょう。一応ね、オープンコミしますけどね、海賊なんで、全然反応してくれませんでした。じゃあまた殺すしかない。ブーブーとエンゲージ。で、から、フラグシップを決めて、セレクト。フラグシップが、自分が乗ってる船っていう扱いですね。自分が乗ってる船は自分で操作できます。で、戦闘に参加する船は、この、これどうなってんだよな。戦闘に参加すれば参加するほど、
サプライをたくさん使うっていう形になるんだったかな、確か。じゃあこれでデプロイしました。はい、こっからあとは自分が乗ってる船に関しては自分で操作しますが、自分が乗っていない船に関して AI が操作してくれる形になります。ちなみに AI の方がちゃんと仕事してくれます。さあ敵が出てきました。おったよな敵。よし、じゃあこれ2つもクリックして攻撃指示を与えておきましょう。で、ちなみに1回の戦闘でコマンドポイントというものが設けられていまして、船に指示を与えることにコマンドポイントが減っていきます。で、コマンドポイントは戦闘中に、コマンド、コミュニケーションステーションを、取るとコマンドポイントが増えるなりですね、時間経過で増えるって形になってます。言ったらその、こまごまと RTS みたいにガチガチと、操作ができないというものになってるんですね。これによって、実際に、操作するときは、まあ、多分、関数が増えてくると、3隻か4隻ぐらいを1グループにして、エスコート設定しておいて、その中の、隊長クラスっていうか、まあ、強い船を、サーチ&デストロにしておけば、その、半旗と一緒に、行動して、サーチ&デストロしてくれるって形で、コマンドポイントを節約することができます。で、このゲーム、その、あんだけ自分で細かく操作できるっていうゲームにかかわらず、あの自動戦闘ができるんですよ。今これ自動戦闘モードです。もうあと見てるだけで OK。相手が果てる相手だったらね。相手シールドないな、これ。まあフルもこんだけ減っとうし、もうすぐ死ぬやろ。例えばその弾数が一発しかないみたいな感じのアホみたいに強いミサイルをぶっ放すっていうんだったら、自分で操作した方が効率よく戦えますね。あの超至近距離まで近づいて核ぶっ放して、それで一発で殺すっていうようなプレイね。結構序盤それ強いんよ。はい、この戦闘で、スカベンジして438クレジットゲットしました。で、さらにピックアップ。結構開いたね。はい。戦闘終了。先ほど拾った武器に関しては、まあ、今のところ全部の船全部についてるから問題ないか。うん。お金を貯めて武器を乾燥していけば、この辺により強力な武器がつけるって形になりますね。今のところ普通の弱々しい貨物船って感じなんですけど、まあタレット全方向タレットついてるっていうのは結構多数に囲まれても安定して攻撃できるから結構強いよ。うん。逆にこういったハードポイントの武器、言ったらその方向が決まってる武器、船の前にしか飛ばないっていう武器に関しては使い方が結構難しいんで、最初ミサイルをつけることをお勧めします。ミサイル誘導してくれるからね。自分で操作するんだったらここに、でかいビッグなマグナムをつけるって形でも OK。うん。ただ、ハードポイントはいったらタレットみたいに旋回できないから、その攻撃効率そのものとしては悪くなるんだけど、その代わりダメージがでかいってものになってます。
ドルフィーテパイレット、これパイレット倒したね。F5 で、クイックセーブして、じゃあ次の話進みましょう。レベルアップしました。レベルアップしたんで、普通は1ポイントだけもらえるんですが、今回特別3ポイントプレゼントしましょうっていう話をしますね。最大レベル40ですっていうふうに言ってる。C を押すと、キャラクターの画面が開いて、ここでステータスアップができます。パイロットじゃなくて、主人公のステータスですね。主人公のステータスはコンバット。自力で操作した時の、戦闘時のアビリティ。なり、もともとその船そのもののアビリティじゃなくて、戦闘力強化できるってものになってます。まあ、簡単に言えば、ミサイルのスピードが上がるっていう風なミサイルスペシャリストなりですね。あとは、ターゲットアナライズ。プラス50ダメージトゥウェポン&エンジンズ。パイロットシップだから自分で操作し、パイロットシップだから自分で操作してる時だけ、火力が上がるっていう風なアビリティですね。なんで、このコンバットは主に自力で操作した時の、に恩恵受けれるものになってます。リーダーシップ、こっちは逆にコマンドモードですね。船たくさんある時に、コマンドポイントを増やすなりですね、戦闘力を上げるなりですね、船に参加した時のサプライ、材料じゃなくて、消耗品の消費を減らすっていう風な、アビリティになってます。リーダーシップを上げれば上げるほどでかい船が作れる、でかい艦隊が作れるって形になってますね。オフィサーマネジメントなり、フリートロジスティックとかですね。テクノロジー、これに関しては船そのものの、戦闘力をアップするってものになってます。結構安定して使えるものがある。例えばそのフレックス、さっき言ったコンデンサーですね。電力の、最大値を上げるってアビリティなんかも結構使いやすいですし、あとは、巡航時の、移動速度を上げるっていう風なアビリティもあったりしますし、船の艦隊サイズをでかくするっていうアビリティもあったりします。で、インダストリー、こちらは、戦闘以外の方法で、収入を得る方法ですね。例えば、スカベージングなんかで言う、サルベージングなんかで言うと、サルベージした時の、スコアが増えるっていう風な、スコアじゃなくてポイント、得られるものが増えるなりですね。サバイバリングなんかで言うと、船が壊れにくくなるなりですね。船満載時にですね、ハザードメーターが上がる。言ったら、このまま船動かしてると危ないよっていうポイントのレーティングが、の最大値が増えるので、より、なんていうか、危険な状況でも巡航できるっていう風なものになってたり、移動系なりですね、経済系の、アビリティがついてる形になってます。で、今回特別4ポイントもらったんで、こっちがアビリティでこっちがレベル。で、アビリティのレベルは、この、こっちのレベル側のマックスまでしか取れないって形になってます。アビリティそのものも、上げると確かスコアがあるんだったかな。あれもう上がんねえんだよ、これ。じゃあテクノロジー上げて、ナビゲーションマイナス30テレングエットムーブメントペナルティ、アビリティ、ニュートロニウムディテクター、マキシマムフレックス、これはあれだ、充電量上げるってやつか。でからこれはキャパシティパイロットシップパイロットだけか。エレクトニックウォーフェア、じゃあニュートロニウムディテクターとナビゲーションつけといてと。あと一方に何割り振ろう。まあ戦闘なり同行してたりスカベージなり同行して何しても経験値増えるゲームなんで。あれですね、あれはベゼッサのスカイリミックに感じて何やっても経験値があるっていうゲームですし、まあスカベージなり同行して経験値増えてそれをコンバットに回しても全然支障がないっていうゲームになってますからご安心ください。フレックス、マキシマムフレックスって形書いてるからフレックス上げよう。
これで全部ポイント使い切った。コンフィーム。さあ、船のレベルアップが完了しました。じゃあ次は、この整形内にある、聖書に向かいましょう。レインインコースってやつを実行してください。E ボタンを押すと、インテルが見れます。で、インテルで、これがインテルですね。このインテルは、今現在、のミッションなり、イベントなりが、表示されている形になっています。一番重要なのはここですね。コンタクトステーション、コマンダー、ザングに、こいつにとりあえずアポイント取れっていうふうに出てんね。マップ上で表示しましょう。マップ上ではここですね。近いな。これが宇宙全体のマップです。結構バカでかいです。こんなにあります。で、これら全部一個一個が、成形になってて、その成形の中にはこういったマップがあります。E を押して、インテルタブ、クリックオンディスプレイザットレーデッドインシステム。レーデッドインシステムってどこだよ。これだったらこのまま、レインコースになっちゃうもんね。これだったらスマホ構成いっちゃうもんね。クリックを、アンスラー、アン、セレクトレインインコース、プレスタブ、成形マップを開いて、ここに、びっくりマーカーついてるから、多分ここが目的地でしょう。で、こいつをクリックして、レインコースを選べば、ここは自動的に、ナビゲートしてくれますし、この画面で押しっぱなしにして、プラネット情報を見なくても、このままレインコースを選べば直接、移動先が指定できます。これでオートパイロットができる形ですね。あ、ちなみに戦闘中でも、巡航中でも、どの状況でも、スペースキーを押せば、ゲームが一旦停止できる形になります。このままだったらすげえ時間かかるけど、サブタニエンデッド、バーン、そしたら、巡航速度を上げるっていう、スキルがあるから、そいつを使ってねっていうふうに書いてある。で、アクティベートサブデッドバーン。サブデッドバーンを使うと、これですね。オンにすると、この速度の最大値が増えます。ただし、この状態だと、確実に発見されます。そりゃこんだけ伸びたらな。で、さらにシフトキーを押すと、ゲームスピードそのものが、速くなるので、より速く移動できる形になります。さあ、近づいてきたんだけど、ヘゲモニースペースする、リクエストバン、バイ、ロイン、インディセソリンション、キーピングトランスポーター、ターンオン、チューンドーンか。This is the view shared by most. not all, メジャーファクション。これから会うメジャーファクションは決して、なんていうか無視できない存在だよって言ってるのかな、これきっと。だからまあ、いいように振り回ったら、ポジティブ反応をもらえるからねって言ってるね。トランスポーター、トランスポーター before getting closer to, 通りが、アンスラ、あ、アンキュラか。アンキュラに近づいたトランスポーターを、アクティブにしろって言ってるんだな、これきっと。
新チューニングオンサイト、メジャーコーン、イートクイップ、ダブルタップ、チューンオンオフ、ダブルタップするとトリガーができるって言ってるのか、これきっと。もうそろそろつくと思うんで、ここにレーダーが出てるからね。プレスアンツイストターンオフのトランスポーター。トランスポーターした。はい。おかしいな。トランドトランスポーターアン、アンドカンパニー。はい。した。コンティニュー。はい、した。ヘゲモニーフリーと、ヒントラポジション。あ、何もない。バイできた。なんだろう。おかしいな。一応落ちたんだけどな。じゃあ、ここにいる、サードザングって人と会いましょう。とりあえず会える人っていうか、ミッションの、今実行してるミッションに関しては、こういったビックリマーカーつか、そいつをクリックすれば、話が進む形になります。会いました。まあ何回答しても基本的にはゲームが進むと思うんですけど、ここをね、日本語化できればだいぶ楽になるんだけどね、このゲームね、その Java で作ってるっぽくて、で、さらにまあ、他の国の人たちも言ってるんだ、他の国の人たちも望んでるんだけど、どうやら英語でしかプレイできないよね。なので、ニュアンスで、とりあえずクリックしていってください。ただ、こういったニュアンスでクリックするタイプって言うと、こんだけ長い文章あるんだったら、この選択肢に、なんていうか、オンライみたいな形で、なんか、合図値打つんじゃなくて、具体的にどういう風にしたいかっていうのを書いておいてくれたら、ただこの長い文章の要約を選択できるっていう風にしてくれたら、そんだけでも全然プレイがしやすくなるんだなと思うんだけど、こういったなんていうか、その相槌を打つなりですね、いう程度の、テキストしか書いてないもんだから、まあ話の流れとしてはいいかもしれないんだけど、ただ単純に他の国の人間がやる分にすげえ不便なんよね。なんでまあ What's in for me? なんで俺なのっていうか、なんで俺なのっていう風な、別にニュアンス一緒じゃんっていう風な気持ちもあるんだけどさ、ゲインタビリティ、ゴーダーク。ZUR トラブル、アクティブ、エマージェンシーバーン。エマージェンシーバーンをつけると、発見されやすくなるよって確か言ってたと思う。はい、わかりました。さあ、ここから次の目的を見てみましょう。ここから次の目的はスタビライザー、ジャンプポイントってついてるんだけど、コンタクト、また別のやつとコンタクトしろって言ってんな。デリンクリューマイニングステーションに行けっていうふうに言ってんな。デリンクルマイニングステーションっていうのが、ここです。んで、赤いところなんで、パイレーツなんで、あんまりうちとは仲が良くないです。とりあえず、こっちに進むっていう形なんで、こっちに進むってことにしておきましょう。で、こういった、サブスタントバーンをつけてると、発見されやすくなりますので、こいつは解除しておきましょう。当然、その、早くなって、発見されやすくなるっていうアビリティがあるんだったら、当然のごとく、移動速度は遅くなるけど、発見されにくくなるっていう風な移動方法があります。それがこの、ゴーダークですね。今、ゴーダークモードです。見つかるときは見つかるのか、しゃあないよな、これ。海賊なんで、話は聞いてくれませんでした。敵の方が圧倒的に数多いんで、数多いですし、アサルトデストロイヤークラスでしょ。で、こっちコンバット、フリゲーターだったらちょっと無理だな、これ。コンバットフリゲートで、デストロイヤーに勝てるわけないんですけど、
あ、無事逃げれたっぽいね。はい、じゃあ、次この人に会えって言われてたんで、この人に会いましょう。あった。ユーコンタクトアゲントザエットエクスチェンジ、パッションリツ、ウィファイイチアザ、インデンティタリー、インデンティタリー、インディペンデントか。インディティルート、ザ、エージェントザ、トランスミット、あ、データファイル、アズ、レコード、ロースセクター、ロースセクター、リーディングオブザ、ダンスタブルジャンプポイント。何を言ってんだ。なんか切られた。インテルを確認しましょう。次は、リターントゥ、アンキュラー、アンド、コンタクトステーションコマンダー、ザング、デリバーザジャンプポイントデータ、ジャンプポイントのデータを運びましょうっていう形で出てるね。じゃあ、もう一回戻りましょうかね。今インダーク中で動きが遅くなってます。通常時より遅いんですけど、発見されにくいっていうのが大きなポイントですね。てかもうめっちゃ発見されてる気がするやけんな。しかもあえてエマージェンシーバーン使って追い越えてきたし。これが敵のレーダー範囲ですね。敵のレーダー範囲から出たんで、通常モードに戻しましょう。さらにバーナーも使うよ。まあ、簡単に言うとこのゴーダークっていうモードと、サブスタードバーンっていうモードを使って切り分けることによって、移動速度を上げたり下げたりできるっていう形になってますね。さあ報告した。報告したら5000クレジットもらえた。さらに何だったっけ、インプローブドバイに、リレーションシップが増えた。はいはいはい。What is and は、hasn't been、スカメジャー before。アクティブセンサーバーストを使ってプローブを探せって言ってんね。ブラズコムダイレクト&ミッション、ポッシング違った。F5 ボタンを押してからとクイックセーブして、で次の案内が出てくるはず。次のインテルはドメインエラー、ドメインエラーサーベイプローブ、昔の時代のサーベイ、プローブ、サーベイプローブを探せって言ってんだな。オービットオン、ポントゥス、ポントゥスどこだよ。ポントスどれだよ。あ、これか。ポントス、イフサルベジット、ライキー、ユエット、ガンマ AI コア、そこにはガンマ AI コアが算出できるって言ってるのか。はいはいはい。ゴーツ、ポントス、ハードアウトトワード、アステロイドベルト、アンドユーズ、アクティブセンサーベルト、アクティブセンサーバースト、ローケートザプローブ。はいはいはい。プローブ探せっていうの言ってんだよ、きっと。きっとね。じゃあ行こう。先ほどずっと続いてた戦闘シーンと比べて、
インフィニットランニングサプライサプライが少なくなってって出てる。あ、本当はサプライ少ねえや。戻れ戻れ。太陽に近づきすぎたからサプライが少なくなっちゃってんだよ、これ。宇宙ステーション行こう。これおかしいな。あれ、なんでシップ使えないんだ。バグった。お店に行けない。まあいいや、まあ、とにかく太陽の近くを通るときは結構要注意。結構燃料ガンガン使っちゃうんでね。さあ、着いた。あ、そうそう、確か惑星開拓も確かできるようになったんだったっけ。確か ここでアクティブセンサーバースト、何も出てこないじゃん。何も見つかんないじゃん。アステロイドベルトに、アステロイドベルトに書いてんな。じゃあこの辺か。アステロイドベルトってリングじゃないんだな、確か。この辺か。出てこないじゃん。何も出てこないじゃん。オービットンポンテスだ。ポンテスはこれだろ、そもそも。まあ、この周りをとりあえずしゃみつぶし探すか。サプライが切れそうで気になるんだけんな。サプライどっかで買ってこないと。
低軌道に入ったんだけど、特に何もないんだけんな。ヘッドアウトトワードコツザアステロイドベルトアンドユーズアクティブセンサーバーストツローケードザプローブ。それをサルベージしようって形で書いてるんだけど、トワードってどういう意味だったっけ？ 不安になってった。確かその近くにあるだったかな。そうだそうだ。あ、違うわ。方へか。じゃあ、ヘッダー、トワード、アスレルベルト。じゃあ方角的に言うと、ここからこうだから、あ、こっちか、ここ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 か、お前。ここでいいや、はい。この辺ってこった。ポントスガスジャイアント、こっちの方で、この辺でセンサーして、出てこんじゃん。ほんま。ちょ、ええかげんなこと言う、やめて。てか、所定の場所に行かせるってぐらいだったら、さ、そのアビリティ使って発見するって言っても、もうほんま、このゲーム嫌い。これやったらもう別に最初からもう、なんていうか、チュートリアルなしでプレイした方が良かったね。あ、なんか発見した？特に何も発見しないんだけど。プローブを探せっていうのは出てるんだけど、あ、そうだ、思い出した。これあれだ、確か回転してるんだった。公転してるんだった。公転してるから、じゃあ向きが若干変わるってことは、いやいや、それおかしいかな。場所的にここのはずなんやけんな。まあ、ええわ。とりあえずわからんもん、わからん。で、このまま調べ通信探してて、いたずらに放送時間使うもあれなんで、この辺で終了します。とはバージョン0.8になってから、このスターセクターの RPG モードで、プレイできる、アビリティなりですね、まあ、ゲームの進め方なりですね、いろんなフィーチャーに関して、チュートリアルがついたっていうのが大きなポイントになってます。で、今回はそのチュートリアルがクソめんどくさかったんで、とりあえずもうすっ飛ばしましたけど。別にもうチュートリアルスキップしてもらったら、自動的に最初にポイントが手に入る形になってるので、そいつを使って、プレイをすれば、最初からフルモードで遊べるようになってます。ゲームの主な遊び方としては、まあ、ひたすら、そうですね、ヘビーマシンと、
クルーを詰め込んで、ひたすらスカベンジしまくる。で、スカベンジしまくる、場所がなくなったら別の政権に行くみたいな感じの宇宙のゴミ掃除でもいいですし、まあ、ちょっとまとまった金なり銅鉱が手に入ったんだったら、直接こういったトレードをして、物を売って物を買うっていう行為を繰り返して、お金をどんどん得ていくっていう商人プレイも可能です。もちろん商人プレイをしていくとなったら当然のごとくでかい船が欲しくなるわけよ。バイね、こういった、船もいろいろ種類があって、戦闘用の船なり、タンカーですね、燃料がたくさん船る船、こう燃料っていうのはそのハイパースペース飛んでる時に消費するもんで、通常空間を飛んでる時には消費しないんよ。で、星系から星系に渡り歩いて、安く買って高く売るっていう行為を繰り返すわけなんで、そういった行為の最中に、こういったその、燃料をガンガンと消費していくわけだから、燃料もちゃんと、燃料、あと、そうですね、サプライですね。この、船を維持するための、まあ、水とか食料とか、燃料とか、あとキッチンペーパーとか、そういったサプライ、燃料もちゃんと、その売買の時にちゃんとお金を、売買の時に金が回るように回していかなくちゃいけないっていうので、やっぱよりでかい船とか欲しくなるわけよね。船もいろいろあるのよ。こういったステータス見てね、何の船にしよっかある形悩むわけよね。うん、であんまりやっぱでかい船になってくる巡航速度も下がるわけだから、巡航速度が下がるんだったら、そのタグボードも買ってあげなくちゃいけない。これはタグですね。このタグボードだったら、こいつがついてると、移動速度が、プラス1になるって形だったかな、確か。うん、っていう形での承認、キャラバンを、組むもいいですし、もちろんキャラバン組んだらキャラバン組んだだけどんどん艦隊大きくなって艦隊が見つかりやすくなるから、当然のことが海賊に狙われるっていう形で、海賊に狙われた時にその海賊をやっつけるための護衛艦も必要になってくるし、まあ、傭兵なり雇ってもよしっていうような形、またはバウンティーハント、してもらうっていう形もいいですね。で、この手のゲームに当然のごとくがあります、こういったファクションのポイントを上げることによって、ファクションポイントが上がった時だけ変えるっていう風な、このヘゲモニーミリタリー、言ったらそのヘゲモニーファクションの、ミリタリーショップを使うことができる。あとブラックマーケットとかもあったりするよ。ブラックマーケットはブラックマーケットでこういったでかいのがゴロゴロと転がっていくわけないんや。で、バウンティーハントするんだったら、バウンティーハントするで、直接、このミッションを受けるなりですね。こういった、個人の、仕事を受けることで、手紙なり銅鉱を運んだりするっていう風な、ミッションを受けることもできます。聞くだけだとただやかんね。で、バウンティーハント済んでたらバウンティーハント数でちゃんと戦闘艦買った後に、お店で、ちゃんと、武器を買って、でかい武器、ビッグマグナムをつけてですね、ビッグ、マシンビッグマグナムつけて、海賊倒せるように。海賊倒すんだったら倒すでったら、やっぱ少数精鋭で、最初もう一撃離脱で、自分で実際に操作して効率よく戦うっていうプレイ。からどんどんとでかい艦隊を作っていく。で、でかい艦隊を作っていくさなかにですね、この船はああいった攻撃目的を持たせようなりっていう形でいろいろと悩みながら、艦隊を作るって楽しみになります。なんで、どちらかっていうと、X コムじゃなくて、X リバースなりですね、エリートデンジャラスと比べてですね、その艦隊の部分が結構大きくて、うん。3D フライトシューみたいな形で、ただ単純に
まあ単純に聞くなるんだ。飛び回ってガンガン撃ち落とすってゲームじゃなくて、どっちかというとじっくりと自分の艦隊が大きくなっていくのをニヤニヤしていくっていう感じの、艦隊マネジメントという部分がすごく大きな、ゲームになってます。で、買ったパーツは、こういった。今回はあれですね、なんだったっけ、バウンティーハンターの、戦闘艦でスタートしてるから、初めから強い武器がついてますね。ハードポイントに、パルスレーザーっていう強力な武器がついてて、さらにミサイルもついてる。で、このミサイルを言ったら、その単発なんだけど、むちゃくちゃ火力の高いっていうミサイルにして、一撃離脱で、とりあえず密着して、ほんと1隻か2隻ぐらいしかいないか、敵の海賊に対して、その核ミサイルボンボンぶち当てて、クイックセーブして戦闘して、で、負けたらクイックロードしてっていうのを繰り返しで、手っ取り早くお金を得るっていう方法もできます。で、この船もこういったハードポイントの設定だけなく、船そのもののステータスをいじることができるようになりますね。例えば、一番大きいので、この、船のエディットっていうのが、ここにオーディエンスっていう、船のステータスがあるんだけど、この船のステータス分だけ、武器なり、装甲を乗せることができる。で、全部つけたと余ってるんだったら、キャパチタを強化したり、ベント、言ったらその、コンデンサーを強化するっていうふうな形で、船の戦闘力、戦闘持久力かな。連戦能力なり持久力を上げることもできますし、さらに、オプションをつけることによって、より、武器が強化できる。ブラストドアだったら、パーツが破壊されにく、パーツが破壊されにくくなる。こう、パーツ V 破壊あるね、このゲーム。砲台壊れるからね。で、戦闘するんだったらブラストドアつけといて、砲台壊れにくくするっていうのも必要だし、他にいろいろとアビリティたくさんつけれるって形になってます。で、こういったオーディエンスなり動向に関しては、その船そのものにも定められてるし、ステータスを経験値を上げてレベルアップすることによって、オーディエンスをプラスできるっていうふうな形になってますね。といった船そのもののカスタマイズも非常に大きなものになってますし、こういったカスタマイズした後に、武器、1,2,3 って形切り替えながら、オートファイヤーなり動向、オートファイヤーの設定はもうここでできるんだ。これなんかで言うと、もうオートファイアで確か設定してあったはず。ウェポングループで見てみると、こういった形で、ウェポン1の時はこの武器をオンにしろ、ウェポン2の武器時はこの武器をオンにしろ、でウェポン3の時はこの武器をオンにしろっていう形で、マウスじゃなくて、キーボードのキーのボタンに対して、どの武器を使うか、で、どの武器をオートファイアに設定するかって、こと細かく設定できるんよ。っていう、もう、とにかくむちゃくちゃ、とにかくむちゃくちゃやり込み要素があります。やり込みというか、こと細かに設定できる形になってます。さらに設定した後、ランシミュレーターって形ですね。どの船で戦いますかってシミュレーションまでできるっていう、いたせり尽くせりのゲーム内容になってます。で、戦闘艦作るんだったら、もうここでも散々こだわりまくって船を作るっていうのも全然あり。全然ありっていうか、むしろそうすべき。っていう形で、戦闘は戦闘でもこだわれるし、まあ、戦闘を自動化して、艦隊の艦長プレイをやってもらうもいいですし、そういった艦隊の艦長プレイに特に、重視せず、とにかく逃げ回って、スカベンジして、物を売り買いするっていう、プレイに走ってもらうっていう形も構わないって形になってます。でもまあ基本的にやっぱどうしてもこのゲーム戦闘が主体になるので、スカベンジして、それを、なんステーションまで持って帰るときに海賊狙われるし、まあどんなタイミングでやっぱ海賊には狙われるのに、海賊に対してどうやって対処するかっていう部分が大きくなってくるっていうゲームですね。うん。なんでやっぱある程度やっぱ戦闘能力が欲しいですね。で、そういった戦闘だけやるんだったらもう、ゲームのメニューにあったミッションモードをすれば戦闘だけプレイできますし、その戦闘だけプレイするんじゃなくて、RPG 部分も楽しみたいっていうんだったら、ちゃんと、
あのスカベンジなりですね、惑星開拓なりですね惑星開拓もできるよこのゲームむちゃくちゃすごいやあとまあ貿易がね結構その変わってるっていうか、まあ考えたらそうなんだけど、この惑星ごとにこういったニュースがあって、フードストレンジャー、商店で言うと今フードが足りないよっていう形で2週間前に2週間前にそういう情報があったよっていう風な形で自動的に表示されてくるんだよね。なんでここだったら今フードストレフードが、なくなったっていうんだったら、じゃあどっかフードが余ってればフードがたくさんある惑星がありゃいいんだけどな。あとバウンティーハントもできるねといった惑星をこう構成ごとにいろいろとニュースが発生して、そのニュースを追いかけて、ニュースを追いかけていって、そしてまあどこで物が足りないか、まあ主にフードなりがよく危機になってるケースが多いんで、まあ言ったらフードをどっかからどっかに運んでいくっていう形で、貿易プレイしてもらうって形になる。普通に特にこのフードが枯渇していないっていう風な状況だったら、そんなに売った時必ず損するようにできてんだよ。売った時なんで必ず損するかっていうと、簡単に言うと、物を売買するときに、まあ、物を、売った時に必ず税金が発生するようになってんだよね。例えば、このヘビーマシンを売りますよっていう時に、タルフィスっていう形でここに 30% 出てるんだけど、これ消費税じゃなくてそのいろんな税関があって 30% 取られるって形なんだよね。ブラックマーケットを落とすとそれはなくなるんだけど、ブラックマーケットを落とすと言ったらファクションの印象が悪くなるのであまりおすすめしませんなんで、といったらそのもともと印象の悪いところない、特に印象関係ないっていうんだったら適当にミッションをクリアして、だからある程度ミッション貯めといたら、その後ブラックマーケットでバンバン物さばいて、そういったファクションのコントロール、ファクションポイントの、ファクションのリレーションシップをコントロールしていって、ブラックマーケットで荒儲けする、荒稼ぎするっていうプレイもできます。税金がね、普通の通常のオープンマーケットで払って税金かかるから、どうしてもその言ったら安、今、暴騰してる、惑星でちゃんと冒頭してるものを売るっていう風な形にしなくちゃいけないんだけど、このニュースがね微妙にねこの何週間前っていう風な2週間前っていう形、今言ったらじゃあなくなってんじゃんっていう話 が結構あったりするなのでこの部分はちゃんと、例えばこれで言ったらもう5日前の情報、2週間前の情報なんて当てにならないけど、5日前だったら割と結構信憑性はあるっぽい。でも実際言ったらもうすぐなくなっちゃうって形かもあったりする。うん、でこれに関してマップのサイズ、マップの距離内動向に関して情報が入るの遅くなったりするって形になるから、結構その辺が面白いんだよね。うん、でもあんまり遠くまで行っちゃうとさ、結局燃料ガンガン使っちゃうから燃料とサプライの分も支払えなくなっちゃうしっていう形もあるんだけどといった貿易プレイなりスカベジプレイって基本的にはぬか喜びしたり、当たりくじ外れくじ引いたりっていうケースがあるので、まあ一番さっさとお金稼ぐんだったらバウンティーハントが確実。なんでやっぱどっちかってやっぱ戦闘が主体ですね。まあレベルギャラクシーに近いっちゃ近いかもしれないんだけど、レベルギャラクシーのノリで、さらにその艦隊戦なり動向がすげえ激しくなってるって形かな。うん。最初お金が貯まって、その、貨物船変えるまではスカベンジガンガンしまくるっていうのが一番簡単なプレイだと思うし、そっちの方が確率はおすすめ。っていう形で、RPG は RPG で、普通の宇宙 RPG モードは RPG モードで、宇宙 RPG としてやらなくちゃいけないっていう、まあやりたいなっていうか、まあこれぐらい合ってて当然っていうか、まあとりあえずあるべき行為に関しては、もうとりあえず全部あるっていう形になってます。何でもできるってやつですね。ちなみにこの、情報に関しては1ヶ月前か1週間前かって形で絞れるようになってる、ものになってます。じゃあ、1ヶ月以上前の情報なりですね、という形で絞れるようになってます。
と、まあ、まあ、いろいろフライトシミュレーター、フライトシミュレーターであるような、言ったら、基本的にミッションを受けてなりですね、どっかに手紙運んでなりですね、そういったお使いプレイは基本的には全部揃ってるんですけど、それに、このゲームのやっぱ肝ってやっぱ艦隊戦かな、やっぱり。他のフライトシミュレーターってあんまり艦隊戦の要素がないんだけど、このゲームがっついた艦隊戦の要素がある。ねえ、なんだったっけ、何のタイトルは覚えてないんだけど、なんかの他のゲームはなんか RTS やりながら RPG プレイできるっていうゲームがあったんだっけな。名前が思い出せん。あのゲーム結局音沙汰どうなったんだろう。音沙汰あの後聞いてないな。金払った形なんだけど、金払った後別にアップデートの情報を追いかけてないな。後で調べてみよう。という形で、開発が結構、まあ、長いこと続いてるんですけど、まあ、少しずつ大きく、少しずつですが、まあ、確実に前進していって、今となってはもう、多分 2D の宇宙 RPG やるんだったら、このスターセクター一択っていうぐらいまで、でかい規模のゲームになってしまいました。今だったら公式サイトで15ドルで売ってますので、興味ございましたらお買い上げくださいますよろしくお願いします。じゃあ今日のあたりはこの辺で、ラジオの配信を終了させていただきましょう。特に戦闘シーンをガツガツやるっていうような形じゃなくて、今スターセクターのバージョン8がどういう風な、ゲームになってるかっていう部分を中心に紹介させていただきました。バージョン 0.5 の時はもう本当に戦闘するだけっていう、ひたすらバウンティーハントしまくって、ひたすらでかい艦隊作るっていう、まあ、それだけでも20時間以上遊べるっていう風な豪華なゲームの方でございましたが、今は普通に、宇宙 RPG としてお使い要素、ミッションを受けたり、さらに貿易、物の売買に関しても大きく、ゲーム内容が変わって、他の政権に、物を売りに行く。だけど他の政権情報が古いっていう風な。で、ファクションポイントを消費して、ブラックマーケットで物を売って、お金を稼ぐっていう。ブラックマーケットでお金を売るために印象値を上げるっていう風な。ちょっと回りくどいっていうか、まあ印象良くないとね、いけないからね。っていう風な承認プレイも楽しめますし、バージョン 0.5 の時にあった、まあ、ひたすらバウンティーハンターとして、頑張って、さっさとお金稼ぐってプレイも楽しめる、ものになってます。一応製品版に向けては、おそらく製品版に向けてはそのキャンペーンモードの充実ですかね。今のところ予定にしてあるのは AI 国家を追加して、やられ役みたいな、敵を追加するっていう風な話が上がってる。で、今それに向けてなんかその AI 国家、じゃなくて AI 国家って言ったら AI か。まあ、敵っていうかやられ役っていうか、キャンペーンモード用のその、特殊な船なり宇宙ステーションを作ってるって話がある。あ、そう、宇宙ステーション攻略戦があるんだよ。そうそうそう。それも確かロードマップに上がってたな。まあ完成するのは多分あと3年後ぐらいになると思いますけど、このままずっとですね、お待ちいただいて楽しみにしていただければ、嬉しく思うところでございます。まあ、気長にね、待っていただければね、嬉しく、まあそうそう、気長にね、待っていただく形になりますね。まあ、発売したらまた改めて何らかの方法で紹介しようと思いますけど、今のところは、まず RPG モードのチュートリアルが追加されましたので、まあそのチュートリアルで詰まってしまったので、そのチュートリアルは本当に最後まで動くかどうかわかんないんですけども、多分動くと思うよ。ただまあチュートリアルもできたところ諦めてさ、もうさっさと、普通のフルモードでプレイしてしまった方が早いと思うんですね。そっちは面白いっていうか、まあ癖は結構強いです。操作系の癖が特に強い。これがコントローラーで操作できたらなーって思うぐらいには強いな、正直。まあ、キーボードとマウスの操作に慣れてないってあるんだけど、海外の方では全方位シューティングはキーボードとマウスでプレイするっていうのも、割と文化としてあるので、そっち系の文化に慣れてるんだったら、スターセクターかなり遊びやすいかなと。ただ、日本の場合で言うと、ツインスティック欲しいなってなるな。特にこのゲームツインスティックってか、ツインスティックで遊べるようにしてくれただけど、だいぶちょっと楽になるんだけんな。エリートデンジャラスとかもイブとかもさ、あの辺もマウスで操作したいなって気持ちにならないもんな。というわけで、ちょっと派手な戦闘シーンはちょっとお見せできませんでしたが、今回久々に、スターセクターのバージョン 0.8 を紹介させていただきました。お買い上げいただけましたら嬉しく思うとございます。それでは、放送の方を終了します。